同窓会の立職パーティー同窓会は大きく分けて以下に大別される。その学校の卒業生同士が当時を振り返るために集まるイベントであり、いわゆる懇親会。その学校の卒業生により組織される非営利団体であり、いわゆる講演会。本校ではこれらを総括して衝述する。特に同時期に卒業した者が集まる場合を、同期会、同じクラスであった者が集まる場合を、 クラス会ということもある。また、卒業年代を問わない、ホームカミングデーというものもあり、主に大学などで開催されている。近年、かつての恋愛関係、片思いだった者同士が、同窓会をきっかけに急接近し、同窓会結婚、同窓会不倫なる言葉も生まれている。一般に、同窓生間の親睦、渾身、母校、 後輩への講演などを目的として組織され、快則等を制定し、代表役員を定めた上で、主に下記のような活動を行うことが多い。性質上、母校に対して卒業生の総意を示す団体として、強い影響力を持つこともある。個別の団体名としては、学友会、OB 会、講演会などの名称を使用する場合もある。また、大学の研究室レベルにあっては、 その研究室の組織する学会が実質的に同窓会の役割を果たしている場合も多い。規模によっては、社団法人等の法人格を取得している同窓会も存在するが、現在の日本では法律上の法人格取得に制限が大きいため、大半は、いわゆる権利能力なき社団として活動している。総会、幹事会の開催卒業年のごとに幹事が選出され、 年数回の幹事会及び総会等で役員選出や活動内容が決められている。会氏の発行年1回ペースで発行されていることが多い。会員を対象に幹事会報告、会費の収支報告、学校等の近況を知らせるものである。主に私立の学校で発行され、卒業生に送付される。会によっては在校生にも配布されているところや、 同窓会費を支払った人のみに送付しているところもある。卒業生本人が他界しても、遺族から学校へ連絡しない限り送付が続けられる。会費の運用会員から納められた会費は、幹事会によって運用される。また、卒業生や恩師からの寄付によって賄われている。一例として、母校の発展のために在校生の奨学金と、利用されたり卒業生同士の親睦を図るためとして、 総会やクラス会の援助金としても使用されているところもある。その他最近では上記の開始に加え、ウェブサイトの運営を行っている会もあり、住所、氏名、勤務先などの変更、送付停止の手続きなどをできるようにしているところもある。同窓会の運営にあたっては、個人情報の適切な管理やプライバシーの保護が問題となっている。日本では2017年5月に改正個人、 情報保護法が全面施行され5000人以下という従来の人数要件が撤廃され、同窓会等の非営利組織も適用対象となった。そのため、個人情報の取得や保管について、改正個人情報保護法の規制を受ける。なお、個人情報の取り扱いに限らず、同窓会の運営において、プライバシーの侵害が発生した場合には、民法上の不法行為となる恐れがある。 会員資格は、快速で定められ、団体ごとにまちまちである。卒業者を、本会員、在職歴のある教職員等を特別会員とする、ことが通例であり、在籍学生を学生会員として扱う団体も、ある。学生会員制度のない中退者などの、在籍経験者は、会員資格がないことが通例だが、 日本工業大学駒場高等学校を中退した河村隆一が出身高校の同窓会で OB とされているケースもあり、中退者などに何らかの資格を与えている団体も存在すると推察される。ありがとうございます。